私は小拡張、赤ん坊がたまらなく好きさね。他人の子だろうがいくらだって面倒を見てやるよ。それなのに世の中の連中は私を悪者みたいに言う。私が赤子をさらっているだの、夜な夜な泣いては人を怖がらせているだの、しまいに毒の父で赤ん坊を殺してるだのって、本当にいい迷惑さね。私を非難する前に少しは自分たちのことを顧みてほしいもんだよ。かわいいかわいい赤子がいるってのに自分のことばかり考えている親、赤子の夜泣きは当然なのに、それをさも悪魔の所業みたいに迷惑がある親、父も与えずただ自分が食べたいものばかりを与える親、そんな連中に子宝を預けておくわけにはいかないよ。だからこの私が育ててやるのさ。他人にどう思われようが、私は子供らの未来を守らなきゃならないんだ。それこそが私の生きがいなんだからね。